配信中もブロイ 140S 飛ばしたい飛ばせないんですがってね、はい、結構入ってくるね。なんでだろう、サゴ柔らかすぎるのかな、まあ、パワーが乗ってないってことだよね、はい、うん、飛びますけどね、結構初速ですね、そう飛ばない、結構やっぱ初心者中級者の人だと飛ばせない人が多いと思う、うん、多いっていうか一定数いるのは分かるんですよ、やっぱそれなり空力にはまらないと飛ばないルアーではあるので、でも飛ばないって人はまあこういったら悪いけどキャストが下手なんですよね。で結構プロデュースのルアーで多いじゃない、ジャンプライズの井上くんのさローディーとか、はい、本人はすげえ飛ぶと思ってるんだけど、はい、ユーザーの評価は飛ばないっていう評価がつきやすい、アレッドのラムも多いんだけど、でそれはね作った人はキャストめっちゃうまいから、うん、飛んじゃうんだよね、はい、だけどやっぱそこまでの初速で振り切れてないと回っちゃうとかっていうのはありがち でブロイはもちろんそうならないように気をつけてやったんだけど、結構ね左で投げたりしてテストしたりして、まあ、十分飛ぶかなと思ったんだけど、まあ設計上はギリギリなので、まあ回っちゃうっていう人もいるのかなっていう感じ。そうですね。だけどもう解決方法は一つ、初速を上げていくだけなんで、まあやっぱブルブルのね、公式動画である僕のキャスティング講座とかで、結局スピード、キャストが上手じゃないだけなんで、上手になる一択ですね、解決策は。